はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということでクリスマスも終わりまして、お正月の時期なんでございますけれども、今日はケンタッキーさんで新しい商品が出たので買ってきました。ケンタッキーフライドチキンエビプリプリフライ。前サーモンフライなんかは出たんですけど、このエビのプリプリフライが出たので、今日はこちらを食べてみたいと思います。年末はお餅を食べて寝てるだけ、バイカツオ。おー、中身はこんな感じで、小さめで細くてスティックタイプになってます。タルタルソースが付属でついてます。見た目は予想以上に細くて小さいです。うん、周りの衣はケンタッキーさんならではのこのサクサクな感じの衣で、ちょっと味がついてます。中にはね、こうプリプリのムクエビなのがかなりたっぷりぎっしり入ってます。タル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 トゥル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 、うまタルタル。まあもうすぐお正月でございますからね。緑のタヌキ。ではなくてですね、このケンタッキーを乗せたらまさにエビ天そばなわけですよ。ケンタッキーエビプリプリフライエビ天そば、おつゆにじわっと染み込ませて異色のコラボレーション。いや、これはちょっとサクサク感が死んでしまうんですけど、美味しいですよ。これはなんか結構衣にね、味がついてるので、なんかで巻いて食べたりしたら美味しく食べるんじゃないかなって思います。あー、これそばが非常に美味しい動画ですね。ただの今年のお正月は仕事もお休みをもらえたので平和に過ごせそうでございます。うん、ということでサクサクの衣とプリプリのエビがすごい美味しい新商品でした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はケンタッキーさんから新発売のエビプリプリフライを食べてみた動画でした。なんかクリスマスがね、過ぎ去るとあんまケンタッキー行こうっていう感じでもないかもしれないんですけど、中のエビがすごいプリプリで美味しいフライでした。これからお休みになる人とかちょっと小腹空いたら買いに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダーバイケンタッキー。まあそのまま食べた方がいいわ絶対。